皆さん、こんにちは。MBA ラウンジの川尻です。今回はね、えー、いただいた相談についてね、ちょっと回答したいと思うんですけれども、あのー、今33歳で、これから MBA を目指そうと思っていますと。ただね、いろいろ仕事とかもあるので、もうちょっと遅らしそうかどうか迷っていますというような質問ですね。で、これについてちょっとお話ししたいと思うんですけれども、 あのー、まあ、結論から言うとですね、思い立ったのであれば、あなるべく早く MBA は取得した方がいいのかなというふうに思うんですよね。あの、私がよく思うのが MBA っていうのは傘のようなものとね、傘。雨傘ですね、みたいなものと。で、雨が降る前に傘を買いなさいというようなイメージでしょうかね。まあ、要するに本当に自分が MBA が のスキルを役に立てたいと思った、思う前に買っておくことが非常に重要というところかなと思います。やっぱりのこう MBA の,あの一つの、ね、重要なスキル、身につけることができる中で重要なのは、一つはリーダーシップスキルだと思います。これはあの機械とかに、ね、と、えー、って変わられることがないものだと思うんですよね。 例えば、工場とかで働いている人は、ね、機械にとって変わられたいだとか、データ入力の仕事とかもそうですよね。さまざまなものが機械とかロボット、コンピューターに変わっていく中で、リーダーシップのスキル、これは最後まで残るというふうに思います。皆さんも会社ありますよね。会社でいろんな部署があって、あの部署によってはこれ全部、あのパソコンで,であのコンピューターでできる、ロボットでできる。 どん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 こう人間の仕事が少なくなっていく中で一番最後の最後まで残るのがリーダーシップという形ですね。やっぱりねこれはなかなかね、あの他にはとって変われないあの人間としての非常に特有なスキルだと思います。人をね、えー、言葉で、言葉や行動でモチベーションを高めて、励まして、やる気を出させて、えー、で、組織として ね、成果を出していくっていう、このリーダーシップスキルっていうのは、人間じゃなきゃとりあえずはできないものなのかなとね、思うわけなんですよね。で、こういったスキルっていうのは、今はまだ必要ないかもしれない。そんな急にはね、まだメンバーだしね、あのマネージャーでもない人。ただ、本当に必要になったときに、じゃあ、m b a 取りましょうと言っても遅いということになってくると思うんですよね。 例えば、まあその他の例で言うと、コロナのね、影響で、こう、経済の様相がガラッと変わりましたし、業界も変わっ、ね、業界のね、あのビジネスの流れも変わったっていう人も多いと思うんですよね。で、その中で、あこのままじゃまずいと、何かスキルをね、取得して、新たなことをやらなきゃいけないなと思っても、まあ遅いじゃないですか。今からね、 そういったスキル身につけたらまたね、2年かかっちゃいますからね、2年とか3年とか。で、そういったものすでに持っていれば、そういう何か変化が起こった時に、すぐに対応できると。まあ、傘ですよね。ある意味、雨が降ったらすぐ傘を出る。雨が降り始めているのに傘をね、探すっていうようなことにならないと。そういうとこかなと思います。でもう一つ言うと、まあ、これはね、私の完全な あのー、意見なんで、正しいかどうか、どうなのかどうか分かんないんですけれども、これからの日本社会っていうのは、女性の社会進出っていうのがどんどん盛んになっていくと思うんですよね。これからもどん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 。で、会社としても女性のマネージャーとか、女性の管理職を、あーどんどん採用していくと。ね、男女の比率っていうのを考えて、やっぱ女性の比率を高めていかなきゃいけない。 そういう時代になってきていると思うんですよね。で、これ、なので、これからね、企業は女性のおで、こう、リーダーシップ持ってる人をこれから探していくこと。採用も増えていくというふうに思うんですよね。でも、もちろんね、まあ、リーダーシップ別に MBA 学ばないと身につくと、身につかないよというわけではないですけれども、まあ、一つの選択肢として、やっぱね、えー、MBA でそういうのを学んで、えー、ポテンシャル持ってるということであれば、 ね、もうすでに持っていれば、そこからすぐにこう採用という形で入れる可能性も、これから増えてくるんじゃないのかなと思うんですよね。あせっかくこんないい仕事がある、あでも m b a のはって持ってないので、あと2年ちょっと待ってくださいとういうことに、えー、なってしまわないように、ですねまだ必要じゃないけど、これから必要になるんじゃないかというようなタイミングで。 MBA 留学をするなり、まあ、MBA だけじゃなくてもね、さ、えー、まざまなパソコンのスキルでもね、えー、何でも、英語スキルとか中国語,語スキルとか何でもいいんですけれども、そういったものをお、まあ、MBA 留学に限らずね、やっぱりね、取っておくということですね。必要じゃないときに取っておくっていうことが重要なんじゃないかなと。それによって変化が起きたときに、 素早く対応できる。誰よりも早く始められるというところがね、あって、それがあ、キャリアに成功する一つのコツなのかなというふうに思いますね。ということで、えー、本日はね、ちょっといただいた、そのね、MBA の入学時期についての、えー、質問についてちょっと回答してみました。ということで、以上です。ありがとうございました。